はい、皆さんこんにちは、堤孝太郎でございます。今日はですね、麺屋くに丸さんの、高知県まで来ましたよ今日、高知県の、南国市にある本店までやってまいりましたということでございます。で、何が一番最初に出てきたかって言ったら、まあ、いろんなもの頼ませてもらったんですよ。あ、はい、一応ありがとうございます。今度はお待たせしました、サムライラーメンと黒飯チャーハンでございます。はい、ありがとうございます。以上でございます。ゆっくりどうぞ。ありがとう。やった、今日はね、炭水化物祭りだね。何頼ませてもらったかって言ったら、うな重ですよ。うなぎ売ってるの、ここで。うなぎの、で、うなぎの波を注文させてもらって、で、半チャーハンでしょ。で、サムライラーメンっていうのがあるの。どんな感じかって言ったら、絵面はね、よいしょ、お吸い物の蓋が取れるかな。こういううなぎですよ、うなぎ。本当のうなぎ屋さんのうなぎっぽいですよね。いい感じだ。で、サムライラーメン、ほーら、ご覧このボリューム。ほんで、チャーハン、半チャーハンに今日はさせていただきました。はい、さーて、こんな感じ。いいショットだということで、今からこの3品をですね、食べさせていただこうというわけでございます。ラーメン先にするか、うなぎ先にするか、チャーハン先にするか。まずはうなぎ屋に、うなぎ屋じゃない、ラーメン屋に来たからにはラーメンからかなと。サムライラーメン乗ってるね、このチャーシューが長いの、なんのって。ちょっとね、見てみる。こんなに長いの。チャーシューが、サムライラーメン。ほんで、とんかつが乗っかってるの。ラーメンに。チャーシューの長さちょっと測ってみようか。チャーシューの長さ20センチジャストでございます。はい、一気に食べちゃおうかね。で、くに丸さんの美味しい食べ方っていうのは、途中まで食べたらこちらの柚子酢を 2,3 滴かけるっていうのが、このラーメンの中にね。で、味変させるっていうのが、美味しい食べ方ですよって書いて、壁のところに書いてあってなんかするんで、まずはまずおもむろに、美味しい食べ方に従って食べると、おもむろにこうラーメンの麺ともやしとスープを絡めて、おもむろにすすると。このチャーハン、黒っぽいのはって言ったら、黒チャーハンっていうのを頼ませてもらったんですよ。普通のチャーハンと何が違うんだろうって、後でちょっと食べながらね。すごい、やっぱ味噌ラーメン食べるだったら、くに丸さん外せないねっていう感じですよ。で、この20センチのチャーシューにかぶりつきますよ。すごい、炙りに効かしてあって、焦がした匂い、
美味しい。黒チャーハン行ってみよう、うん、全体的にこう黒っぽい仕上がりになってるんですよ。ぐらい食べ包んだところなんで、そろそろ柚子酢を 2,3 滴入れるらしい。うん、2,3 滴って書いてある。ちょこちょこ、あ、すごい柚子のいい匂いがする。すごいさっぱりすっきりして食感が全然違うの。全然違うんや。お待たせいたしました。お願いいたします。はい、何盛りチャーハンセットで、はい、ラーメンのほとんど炙り味噌ラーメン、はい、このおのおむり味噌ラーメンのチャーハン何盛りセットを一つ、はい、ピンクでチャーハン1枚でよろしいですか。はい、ピンク
すごい活気あるよね。今まだね11時半なるかならないかぐらいなの、うん、お客様が続々といらっしゃってて、その中で一番奥の個室をわざわざ取ってくれてて、うん、お気遣いありがたいよねとかって思って、チャーハンが全部胃袋の中に収まりましたと。で、ラーメンも麺の部分はおつゆは次後からね。あ、ラーメン屋のうなぎとは いかにと、ラーメン屋さんに来てうなぎ食べるって初めてだから。ちなみに値段はね、うな重の並が、私今日頼ませてもらった並が1480円で、上になると2180円、上特上が2880円ということでございますと。で、何が違うかって言ったら、そのうなぎの量だね。半身乗ってるか一尾乗ってるか、特大の一尾乗ってるかっていうのが違うっていうところで、うな重の波に行ってみましょう。はい、うな重ってもしかしたらこうやってお重に入ってるの食べるのってものすごく久しぶりかもしれない。10年ぶりぐらいじゃないのかな。全然妥協してない。あの期待値がね、やっぱりうなぎラーメン屋のうなぎっていうところで期待値が低かったんだよ。実際のところは期待値をはるかに上回るっていう、これは、うん、大当たりですよ。で、お吸い物とお信仰がついててっていうやつで、味が混ざらないようにさ、あのうなぎはうなぎ用のお箸を用意してくれてるの偉いね。ちょっとかけてみよう。チロ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 。こっちにあるのはうなぎのタレだね、多分。だー。
本当にラーメン屋に来てうなぎ食べられるってすごい贅沢だと思わない？それもかなり完成度が高いうなぎを。スープの相性も多分いいと思うよ。バッチリだね。ラーメンのおつゆを飲みながらうなぎ食べる。で、箸休めのおしんこで、わさびまでちゃんとついてる。感があるよ。純カラーでございます。ですね、うん、本当に、うん、高知県の南国市にある国丸ラーメンの本店、南国本店に寄らせていただきましたと。あ、すごい満足感だ。お腹いっぱいだ。では次の動画でお会いしましょう。シャバドゥビエはシャバドゥビエはシャバダバダバー。